はい、どうも皆さんこんにちは、ダダモノです。今日ですね、ずっと待ちわびていたですね CD がついに発売されたのでですね、こちらをご紹介したいと思います。それがこちら、アジアンカンフージェネレーションのニューアルバム、ソルファーの2016年版を今回買いましたのでご紹介したいと思います。アジアンカンフージェネレーションといったらですね、やっぱりソルファーが一番売れたアルバムになるわけですけども、60万枚もね、売れた本当にヒットしたアルバムになるんですけども、今年の2016年の元旦にですね、突然ソルファーを再レコーディングしていますというふうに発表されましてですね、もうずっとですね、このソルファーの再レコーディング版が発売されるのをずっとですね、待ってたんですね、僕は。それでようやくですね、11月30日にこのアルバムが発売されました。基本的にはですね、ソルファーに入ってるアルバムがですね、全部再レコーディングされていて、さらにこちらはですね、初回限定版なので、レコーディングのドキュメントなどがですね、入ったアジアンカンフージェネレーションファンにはね、嬉しいアルバムになっています。アジアンカンフージェネレーションとですね、それからソルファーをですね、知らない人のためにですね、ご紹介したいと思います。まずですね、ボーカルギターに後藤正文さん、ギターに北健介さん、それからベースに山田貴博さん、ドラムに石地清さんとですね、この4人組のバンドです。1996年にですね、大学の音楽サークルで結成されて以降ですね、吉祥寺とか、あとは下北沢ですね、一番下北沢が多いと思うんですけども、下北沢のシェルターなどでですね、精力的なライブ活動を行います。でその後にですね、2003年に崩壊アンプリファーというですね、こちらのアルバムでですね、メジャーデビューを果たします。こちらのアルバムもですね、本当に、いい音楽がいっぱい入ってるんですけども、その後にですね、2003年の10月16日にですね、こちらファーストフルアルバムの君つなぎ 5M というのをですね、リリースします。でその後にですね、いろいろと、ループ&ループというシングルとかをですね、あとサイレンとかをリリースした後にですね、こちらソルファーをですね、2004年の10月20日にですね、セカンドアルバムとして発売しております。アルバムチャート2週連続1位を記録するというですね、本当に、売れたアルバムになります。こちらのアルバムはですね、やっぱり一番人気なのはリライトだと思うんですけども、僕はこのソルファーが出た時はですね、中学校2年生だったんですけども、友達からですね、いいアルバムがあるから聴いてくれよというふうに言われてですね、借りたのがきっかけだったんですけども、それまでですね、アジアンカンフージェネレーションというバンドを全然知らなくてですね、その当時はまだ CD をですね、自分のお金で買うということを多分そんなにしたことなかったんですよね。それで友達から借りてですね、聴いたらもうめちゃめちゃ良くて、みんな、ソルファーといったらですね、やっぱり2曲目に入っているリライト一番人気だと思う思うんですけど、僕はですね、1曲目の振動角でもう本当にもうハンマーで殴られたかのようなものすごい衝撃を受けてですね、アジアンカンフージェネレーションにハマりました。もうそこからですね、もうアジアンカンフージェネレーションの CD をいっぱい買ってですね、音楽にハマっていったと。それからまあギターも、アジアンカンフージェネレーションの影響でね、始めたりとか、本当にもう僕を音楽にかきたてた本当に思い出深いアルバムなので、今回2016年版が出るって決まった時は本当に嬉しかったです。はい。で、こちらがですね、2016年版のソルファー。そしてこちらがですね、2004年に出たソルファーになります。デザインはですね、もう2016年版がものすごい豪華な仕様になってるんですけども、アルバムアートはですね、以前からですね、アジアンカンフージェネレーションでずっとアルバムアートを担当しております、中村祐介さんが担当しています。結構その似たような部分があるんですけども、学校のだと思うんですけども、その学校の屋上にですね、アジカンがいて、なんか紙みたいなのを振ってたりとか、もう全体的にこう16年版のはキラキラしててすごく豪華になるんですけども、中身はですね、驚くほど一緒です。はい、こっちがですね、2016年版のソルファー、上がですね、2004年版のソルファーになります。レーベルデザインはですね、結構違う部分があるんですけども、こちらの歌詞カードの方がですね、かなり似ています。まずですね、こっちが2016年版で、こっちが2004年のやつになるんですけども、1ページ目をめくるとですね、まず2016年版のはですね、こう英語の詩が、英語訳の詩が入っています。これは2004年版に入ってなかったものですね。で、それでこっちが2016年で、こっちが2014年版なんですけども、デザインが本当に似てますよね。似てるんだけどもちょっと違うっていうのは、これが面白いですね。こう違いを探すっていうのが本当に面白いですね。でもこれとかも全く同じなんじゃないかっていうような感じなんですけども、ゴッチの髪型を見るとね、あ、どっちが2016年で、どっちが2004年だっていうのはね、ファンの方だったらわかると思うんですけども、ここら辺がすごく凝っててですね、すごく面白いなというふうに思いました。どこが違うのかこう比べて見てみるのがいいですよね。はい。で、中身がこのようになっておりまして、めくりますと、こちらにですね、DVD が入っています。DVD はですね、レコーディングのドキュメント。それからですね、リライトのカップリング曲であったですね、夕暮れの赤という曲の PV が入っています。ミュージックビデオですね、入っていますので、アジカンファンにはですね、非常に見応えのあるものになっております。はい、で、こちらがですね、めちゃめちゃ輝いてますけども、豪華な銀箔仕様になっております。で、それからですね、こちらに、透明のスリーブがついてきています。で、これをこうつけてですね、このようなジャケットの仕様になっています。
はい、ということですね、気になる音源なんですけども、非常によくまとまった素晴らしい音源だなというふうに思いました。やっぱりですね、2004年のソルファーのいいという方もいると思います。リライトの PV がねもう公開されてるんですけども、やっぱり前のリライトの方が良かったなっていう人も当然いると思います。12年の経験ですね、もうライブも精力的にやってるし、 CD もたくさん出していろんなレコーディングをしてきた中でですね、やはり培ってきた技術っていうのはやっぱり素晴らしいなというふうに思います。特にですね、やっぱり2004年版のソルファーと比べるとですね、非常にその構成がシンプルになっています。ギターの本数もですね、レコーディングしている本数の数もやっぱり明らかに少ないですし、特にポジションが変わってきてますよね。我々お客さんから見てですね、ドラムの右側にギターで、左側にベースで、そのドラムの前にボーカルがいるという風なのがアジカンの2004年のライブのポジションだったんですけども、ポジションというかまあ立ち位置だったんですけども、最近はですね、本当にドラムに対して右側がベース、左側がギターとかになってるんですけども、それをしっかりとですね、この音源でも反映されていまして、聞いててですね、左側から北さんのギターの音で、右側がゴッチの音という風になってるんですね。これはですね、やっぱり右側の方がね、やっぱりドラムっていうのはバスドラム、スネア、それからハイハットというですね、3つの楽器がですね、非常に重要になってきます。で、この重要な3つの楽器はですね、ドラムに対して右側に置かれることになります。ドラムが右利きだったら右側に置かれるんですけども、右側にリズムをキープするのに大事な楽器が集まっているということでですね、右側をあえてですね、普通ね、やっぱよくあるのが右側がギターなんですけども、そこにですね、リズムをキープするのに大事なベースを置くことによって、お互いにですね、リズムをしっかりとキープし合おうと。で、また目線もですね、ドラムが基本的にはハイハットを叩くときはやっぱりハイハットの方に向いてしまうので、右側にですね、ベースがいた方がアイコンタクトがね、取りやすいとか、いろんなまあ利点があってですね、アジカンも多分右側に、ベースの山田さんをですね、置くようになったんだと思うんですけども、そういうのもしっかり反映されていてですね、まずそこがまず2004年のソロファーとは全然違うところですね。それからですね、僕がやっぱり一番気になってたのがですね、どのようなアレンジをかましてくるかというところだったんですね。アジアンカンフージェネレーションのそのリライトがですね、PV が先に公開されてですね、最近ライブで、まあ最近っていうかもうかなり前からやってますよね。もう何年も前からやってます、ライブでのアレンジ。なんかちょっとレゲエ調のね、あの独特なリズムの部分がありますけども、あのリズムの部分がしっかりと収録されています。で、やはりですね、その2004年のと全く同じにするんじゃなくてね、しっかりとアレンジが入ってた方がやっぱりお互いにですね、どっちの作品も楽しめるんでいいなというふうに思ったんですけども、あとやっぱり RERE ですね。RERE はもう先行でもシングルが発売されてたので、それもですね、ライブのバージョンになっていてですね、それもすごく楽しめるんですけども、それ以外の音源がですね、大きなアレンジはほとんど入ってません。まあ、ちょこちょこっとね、あのアレンジされてる部分ですね、違う音が入ってたりとかいう部分はあるんですけども、基本的には大きなアレンジは入っていませんでした。これはやっぱりすごく意外なところでしたね。ただですね、アレンジが入ってなくても全然違うんですよ。先ほども言いましたけど、音のですね、定位が違うと。北さんのギターが左、ゴッツのギターが右ということでですね、もう聞いてて感じ方がそもそも根本的に違いますし、12年かけてですね、培ってきたアジカンの技術ですね。ドラムはこれぐらいの音、ベースはこれぐらいの音域とか、ギターはこれぐらいの音域ということでですね、非常に聞きやすいサウンドになっているなというふうに思います。音もすごく太くてですね、はっきりしてるんでね、やっぱり聞きやすいなというふうに思います。2004年のソルファーはですね、やっぱりすごく、若い時に作ったやつですから、やっぱり勢いもあってこうやってやるぞっていう感じがねすごくして、それもいいんですけども、これはですね、やっぱり12年の歴史をすごく感じることのできるアルバムになってます。特にですね、僕が一番いいなと思ったのはですね、夜の向こうという曲になるんですね。夜の向こうっていう曲はアジカンの中で人気なのかどうかわかんないですけども、これがですね、特にハマってましたね。もうグルーヴ感がすごいです。夜の向こうは本当に聴いた瞬間に感動しました。もうイントロがとにかくすごく良くってですね、すごい感動しましたね。何より一番最後の海岸通りですよね。この海岸通りがとにかくもうものすごく良くってですね、最後も持ってかれます。あと忘れてたんですけども、8番目のサイレンがですね、こちらのフィードバックファイルのですね、サイレンとソルファーのサイレンを組み合わせたような感じになってるんですね。これはもうファンは必見ですね。クソ来たかという感じですよね。はい、ということでですね、ソルファー2016年版の音源を買ったので、そちらのご紹介となりました。やはりですね、
こちらの2004年と比べるといろいろですね、細かい部分で違うところがたくさんあります。こっちの2004年版の方が良かったとか2016年版の方がいいとかいろいろ意見があると思うんですけど、僕は両方とも聞いてですね、違いを楽しむというのがやっぱり一番いい楽しみ方なんじゃないかなというふうに思います。アジアンカンフージェネレーションをですね、もうずっと好きなファンもですね、もう絶対に買った方がいいと思いますし、アジカンのねソルファーだけ持ってるって方もですねいると思うんですけども、そのソルファーだけを持ってる方にもですね十分にお勧めできるアルバムになっていると思います。ぜひね、買っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、ソルファーの2016年版のご紹介でございました。こちらの動画ですね、いいと思った方はですね、ぜひですね、グッドボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ダラマンでした。ご視聴ありがとうございました。PC の方は画面上のチャンネル登録ボタンをクリック。もしくは画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。スマホ、iPhone、タブレットの方は画面下のチャンネル登録ボタンをクリックしていただけるとチャンネル登録でき、僕のチャンネルにアクセスしやすくなりますし、ダラも僕も大変嬉しいです。よろしくお願いします。